第三大王区公、リチャード・プランタジネットは、15世紀イングランドの貴族で、軍人である。プランタジネット家の血を引く王室の一員であり、100年戦争末期のフランスの戦場では、軍司令官として、ヘンリー6世の精神作乱期には、五国教として、ランカスター朝に仕えた。後にリチャードは王位を求めて、ヘンリー6世に反旗を翻し、 これを契機にバラ戦争が勃発した。1460年7月のノーサンプトンの戦いで、ランカスター派を破ったリチャードは、ヘンリー6世に次期王位継承者に指名させるまでに至ったが、同年末にベイクフィールドの戦いで敗死した。自身は国王になれなかったが、息子のうちエドワード4世とリチャード3世がそれぞれ国王になった。よくこう。 リチャードの紋章ケンブリッジ博、リチャード・オブ・コニスバラとアン・モーティマーの息子として生まれた。母はリチャードが生まれた時か、その直後に亡くなっている。リチャードの父方の家系を見ると、祖父母は、ヨーク公、エドマンド・オブ・ラングリーとイザベラ・オブ・カスティルである。祖父は、イングランド国王、エドワード三世とフィリッパ・オブ・エノーの四男、祖母は、カスティーリアをペドロ一世とマリア・デパディーリアの娘であった。 次に母方を見ると、祖父母は、第四代マーチ博、ロジャー・モーティマーとエレノア・ホランドである。祖父は、第三代マーチ博、エドマンド・モーティマーとフィリッパ・オブ・クラレンスの息子であり、リチャード二世によって、王位継承者に指名されていた人物である。祖母は、ケント博、トマス・ホランドとアリス・フィッツ・アランの娘であった。母方のヒーババ・フィリッパは、 エドワード三世の次男でエドムンドオブ、ラングリーの兄である、クラレンスコー、ライオネル・オブ・アントワープとアルスター・ジョーハク、エリザベス・ド・バラの一人娘である。またもう一人の母方のヒー・ババ・アリス・フィッツ・アーランは、アランデル・ハク、リチャード・フィッツ・アランとランカスター・ハク・ヘンリーの、娘エレノア・アオブ・ランカスターの娘である。価格は、白尺化にまで高価はしているものの、これほどの名門の出である上に、 両親ともに、エドワード三世の血を引いているだけに、必然的にリチャードは、イングランド貴族の中でも特に上流を歩むことになる、はずだった。リチャードが、公爵にまで登り詰める、身の栄達は、この、出生時の幸運に他ならなかった。1415年8月5日、父が、ヘンリー五世に対する陰謀に加担したとして、処刑された。そのため、リチャードは、 領地も借位も相続しなかった。しかし2ヶ月後の10月25日、父方のおじである、ヨーク公、エドワード・オブ・ノリッチが、アジャンクールの戦いで戦死した。おじには、子がなく、リチャードは、最近親の男子であった。若干のためらいの後、ヘンリー五世はリチャードに大やけくらいとヨーク公領を、継承することを許した。また1425年1月19日、 母方のおじである、マーチ博、エドマンド・モーティマーが亡くなり、ヨーク公に比べれば低いマーチ博くらいと、ヨーク公領に比べて広大な辞書を継承した。爵位を継承したとは言ってもリチャードは幼い孤児だったため、領地は一旦国王の直轄領になった。おじの領地の大部分は、一世代限りあるいは男の四つぎにのみとして、リチャードに与えられたものの、リンカンシャー。 ノーサンプトンシャー、ヨークシャー、ウィルトシャー、グロスターシャーに集中する残りの領土はかなりの広さがあった。このような孤児の貢献人になれば将来リチャードが青年に達して本格的にヨーク公を継いだ時に大きなアドバンテージを得ることができる。つまり貢献人として王に指名されることは美味しい贈り物に他ならないのである。1417年10月、 この役目は、ウエストモーランド博、ラルフ・ネビルに与えられ、ロバート・ウォータートンが、監督役を担った。ウエストモーランド博はその時代で最も子だくさんな、貴族の一人で、伴侶を必要とする娘が多くいた。ウエストモーランド博は、権利として、1424年に13歳の、リチャードをその時9歳の自分の娘、セシリー・ネビルと婚約させた。 1425年10月にウェストモーランド博が死んだ時、リチャードの貢献役は妻のジョーン・ボー・フォートに譲るされた。すでにリチャードはマーチ博の辞書も相続しており、貢献人であることはさらに重要であった。これらの大邸宅はウェールズとウェールズとの国境近くのラドローに集中していた。以下は青年期の記録である。フランス洋区校が 歴史に登場するのは1436年5月のフランス遠征である。ヘンリー5世により勝ち取られたフランス征服は永続的なものにはなり得なかった。フランスの永続的な従属確保にはもっと多くの領土の征服が必要であり、話し合いによる和解には領土の活動が必要であった。若年のヘンリー6世に代わって数密院は領土拡大に フランスの弱体化と当時フランスと敵対していたブルゴーニュ公フィリップ3世との同盟を利用しようとした。しかし1435年にフランス王シャルル7世と全領公の和解が成立すると全領公はイングランドとの同盟を破棄しイングランド国王のフランス王位継承権の公認を取り下げてしまった。その状態でヨーク公がフランスに赴任したのは ベッドフォード公亡き後、ヘンリー六世が自ら統治する年齢に達するまで、フランスでのイングランド領を保持するための暫定措置の一つとしてであった。パリ陥落によって、ヨーク公の軍は、ベッドフォード公の所領であったノルマンディに向かうことになった。そこで、ヨーク公は、ベッドフォード公の武将と共に、フェカンを奪還して、高地方を持ちこたえる、と、 公領の安定を確立する過程で、いくつかの成功を遂げた。彼の任期は、本来の12ヶ月を超えて延長され、1439年11月に、イングランドに戻った。だが、王国の主要な貴族の一人という地位にもかかわらず、ヨーク公は帰還後もヘンリー6世の数密院古門館に含められなかった。再び、 フランス和平交渉が失敗した後の1440年、ヘンリー6世は再びヨーク公に頼った。7月2日、ヨーク公は亡き、ベッドフォード公と同様の権限を有する中フランス軍の副官に任命された。1437年の時のように、ジョン・ファストルフ教やウィリアム・オルホール教といったベッドフォード公の武将たちの忠誠を当てにすることが可能だった。 しかしながら1443年にはヘンリー6世はガス購入地方救援のため新たにサマセット港となったジョンボーフォートに8000の兵を与えてフランス戦線に投入したそのためにヨーク港が必要としていた兵も物資も追加投入を拒否されたノルマンディ国境の防衛にヨーク港が奮闘している時にであるのみならずサマセット港が ガスコーに方面軍司令官として赴任してしまったため、それまでの自分のフランスにおけるイングランド王国の事実上の摂政の位置づけがノルマンディ方面軍副官にまで落とされたようにも感じたはずである。サマセット港の軍は結局成果を出せないままノルマンディに戻り、そこでサマセット港は亡くなってしまう。これが 後のバラ戦争で、ヨーク公が、暴風とけ一族を憎悪する契機だったかもしれない。イングランドの政策が急戦に、方向転換したため、ヨーク公は、フランス駐在の残りの人気を定常統治と、国内問題の処理をして過ごしていた。妻のセシリーは、ノルマンディに同伴しており、二人の子供のエドワード、エドムンドとエディザベスは、ルーアンで生まれた。 退伏政策をめぐる対立5年の任期が終わり、ヨーク校は1445年10月20日にイングランドに戻った。彼としては妥当な再任命を期待していた。しかしヨーク校は、その不妊中に、ノルマンディのイングランド人の中でもヘンリー6世の退伏政策に反対する勢力と結びつきを持っており、帰国に際してもそのうちの何人かを連れて帰って来ていた。 当時の宮廷では、対フランス政策で和平派と主戦派に分かれており、ヘンリー六世自身は和平派、ヨーク公は主戦派であった。結局和平派は強引に停戦交渉を進める。1446年12月、中フランス軍副官の地位は、ジョン・ボーホートの死で、サマセット博になっていた弟のエドムンド・ボーホートのものとなった。 1446年から1447年の間、ヨーク公はヘンリー6世の枢密委員や議会の会合にも出席したが、ほとんどの時間を自身の辞書の支配のためにウェールズ国境周辺で過ごした。アイルランド総督ヘンリー6世のおじで、ベッドフォード公の弟でもある、グロスター公ファンフリーは1447年2月に、 反逆容疑で告示すると、ヨーク公は法的には王位継承権、第一位になったが、ヘンリー6世はこれを決して認めようとはせず、7月30日にヨーク公をアイルランド総督に任命する。ヨーク公はアルスター博でもあり、アイルランドにかなりの辞書を持っていたことを考えれば妥当な人事ではあるが、別の見方をすれば、ヨーク公をフランスからも、 イングランドからも弾き出す、最も有効な人事でもあった。任期は10年間で、その期間は他のいかなる高い感触の考慮からも除外されることになる。国内問題の処理のため1449年6月まで、ヨーク港はイングランドに泊まったが、結局はセシリーと600人の兵士を連れて赴任していった。しかし、防衛費の不足を理由に、 ヨーク公はイングランドに戻ってくる。彼の財政状況は悪化しており、1440年代の半ばには王室から4万ポンドを借り入れ、辞書からの収入も下落していたという。反対派のリーダー1450年、過去10年の敗戦と失勢が積み重なって、ヘンリー6世の知性は深刻な政治不安に発展していた。9月7日にヨーク公は、 ウェールズのボーマリスに上陸した。ヘンリー6世の妨害を避けつつ、従者を集めて9月27日にロンドンに到着した。王との結論の出ない対面の後に、ヨーク公はイーストアングリアと西方で新兵集めを継続した。12月に議会が議長としてヨークの自重、ウィリアム・オル・ホールを選出した。ヨーク公の公式姿勢は改革者としての 政府への厳しい注文と北、フランスを陥落に導いた反逆者の告発であった。もう一つの感触を与えられたものの、ヨーク公は議会と彼自身の家臣の外にはまだ本当の指示は受けていなかった。ヘンリー6世紀の政治的権力の欠如に失望したヨーク公はシュロップシャーのラドローに引き下がった。ダートフォードでの実力講師年、ヨークーは 実力行使に出た。ただし、この時点では彼自身が国王になるのが目的ではなかった。サマセット公のありまに抗議して、サマセット公を破滅させる過程で、自身がヘンリー六世の相続人として認知されることを目指した。さもなくばヘンリー六世に気に入られているサマセット公が、多い継承者になりかねなかったのである。ラドローから進行中に兵を集めて、 ヨーク公はロンドンに向かった。そこで彼はヘンリー6世の命令で都市の縄文に缶抜きがかけられて封鎖されていることを知った。ケントのダートフォードでヨーク公の軍が数の上で劣り、しかも支持してくれる貴族がたったの二人だけという状況にヨーク公はヘンリー6世と和解することを余儀なくされた。サマセット公に対する苦情を国王に提出することは 認められたが、代わりに、ヨーク公は、ロンドンに連れて行かれ、そこで2週間の事実上の軟禁の後に、セントポール大聖堂で、中世先生を誓うことを信いられた。ヘンリー6世は、ダートフォードの戦いに関係した、ヨーク公の敗下を罰するために、巡回裁判に乗り出した。ヘンリー6世の妻である、マーガレット・オブ・アンジューは妊娠しており、たとえ流産したとしても、 ヘンリー6世のイフテイで新たに、リッチモンド博に助せられたエドマンド・チューダーとサマセット公の名、マーガレット・ボーフォートを結婚させて、王位継承権を与えればいい。ヨーク公は、王位継承権が微妙な状況である上に、すでにアイルランド総督の官職も、トレント側以南の金領五両林管理官の官職も、失っており、 1453年の夏の時点で、権力闘争に負けたように思われた。五国教だが1453年8月、ヘンリー六世が重大な神経衰弱に陥った。おそらくガスコーニュでのカスティオンの戦いの敗北の知らせで発病したのであろうが、話すことも部屋から部屋へ一人で移動することもできなくなってしまった。数密院としては、 王の執務不能を一時的なものとしたかったが、結局このままでは政治が機能しなくなるので何らかの対策が必要と認めなければならなくなった。10月に大々的に数密院古門館を集めて対策を協議することになって出席者が召集された。サマセット校はヨーク公が呼ばれないように活動したものも、結局はこの王国でも第一級の公爵は出席者に含まれた。 サマセット公の心配は十分な根拠のあるもので、実際11月にサマセット公はロンドン島に収監されることになった。王姫マーガレットの反対にもかかわらず、1454年3月27日にヨーク公は五国教と自重長に任命された。ヨーク公が義系であるソールズベリー博、リチャード・ネビルを大法官に任命したのは意味あることだった。 1453年には突発的行動で、ヘンリー6世は貴族間の諸々の論争に基づく武力衝突を止めようとした。これらの紛争は次第にかねてより不仲であったパーシー家とネビル家の争いに集約されていった。ヘンリー6世にとって不幸なことにはサマセット公はパーシー派に見られるようになってしまった。このことはネビル家の人たちを貴族層の一部に 初めて支持されるようになった、ヨーク公に近づけさせることになった。ヘンリー六世の公務復帰、ヘンリーの精神病が悲劇だとすれば、彼の回復は国家的な惨事だった。と言われるように、1455年1月にヘンリー六世が回復すると、ヘンリーは、やつぎばにヨーク公の施策を覆していった。サマセット公は釈放され、そして特別待遇に復帰させられた。 ヨーク公は、カレーの司令官の地位と五国境の地位を奪われる。ソールズベリー博は大法官を辞任した。ヨーク公とソールズベリー博及び彼の長男の、ウォリック博、リチャード・ネービルは、5月21日に、デスターでの数密委員会議で脅迫された。ヨーク公とネービル家の親戚は、北とおそらく、ウェールズの国境付近で兵を集め、サマセット公が何が起きていたか悟った時にはすでに、 王を守るだけの大軍を集める時間がなかった。戦闘オールバンズヨーク校が、デスターの南側に位置して、スミツ密院会議に向かう道を封鎖したことで、サマセット港に関する彼とヘンリー6世との不和は、武力によって解決されなければならなくなった。5月22日、国王とサマセット港は、急遽、旧ゴシらへの武装の約2000の兵をかき集めて、戦闘オールバンズに到着した。 ヨーク港、ソールズベリー博、ウォリック博はすでに準備万端であった。さらにヨーク港側の兵は、兵装だけでなく、スコットランドとの頻繁な国境紛争や、ウェールズの反乱等を経験してきた兵が少なからず、いたのである。この直後の戦闘オルバンズの戦いは、ほとんど、戦いというには値しない。多分、せいぜい50人の兵が殺されただけだが、その中に、 サマセットコート二人のパーシー家の一族、ノーサン・バランド博ヘンリー・パーシーとクリフォード男爵、トマス・クリフォードがいた。したがって、ヨークコート・ネビル家の者たちにすれば、実に効果的に敵を殺せたと言える。またヨークコーが王を捕獲したことで、彼が1453年に失った感触に、復帰するチャンスが生まれた。ここで、ヘンリー六世を生かしておくことは寛容であった。 王の死は、ヨーク公自身の即位にはつながらず、ヘンリー六世の2歳の息子である、エドワード王大使が擁立される、危険性につながっただろう。またヨーク公は未だに、貴族層では支持者が少なかったことから、王妃マーガレットに支配される、数密院をも少数派のため支配することは、できなかったろう。ヨーク公に拘留された国王は、ヨーク公とソールズベリー伯が横に、馬上で付き添い、 ウォリック博が戦闘で王権を運ぶという状態でロンドンに戻された。5月25日、ヘンリー6世は力関係の象徴としてヨーク公から王冠を受け取った。ヨーク公は彼自身をイングランドの治安官にして、ウォリック博を華麗の司令官に任命した。また、ソールズベリー博の弟でフランス駐在時代にヨーク公の部下だった。 オーコンバーグ教ウィリアム・ネビルを含む数人の貴族が政権に合流してヨーク校の地位も向上してきた。補修した王をヨーク校は夏の間ハートフォード城下ロンドンに交流した。11月の議会で玉座は空で国王が再び病気になったことが報告された。ヨーク校は再び五国教になり1456年の2月に 国王が復帰するとその職を降りたものの、すでに王国の養殖は、ヨーク公支持者で占められていた。ソールズベリー博とウォリック博は議員を続け、ウォリック博はカレーの司令官として承認された。6月に、ヨーク公自ら、スコットランド王ジェームズ2世の審判から国境を守るために北に向かった。これで、ヘンリー6世は自由に動けるはずだったが、今度は、 サフォーク公よりもサマセット公よりもどしがたいマーガレット王妃の監督下に入ることになる。ラブデ・マーガレットは過去サフォーク公やサマセット公に占められていた地位を獲得したものの当初はその地位は優勢ではなかった。ヨーク公は自ら再びアイルランド総督となるとともに数インの会合にも引き続き出席し続けた。しかしながら1456年8月に宮廷は マーガレットの領土の中心地コベントリーに引っ越した。ヨーク校の扱いは彼女の発言権がどれほどのものかによってきた。ヨーク校は三つの面に関して疑いを持ってみられた。ヨーク校は若いエドワード王大使の継承権を脅かした。ヨーク校は長男エドワードの妻をブルゴーニュ公国から迎えるべく交渉していた。ヨーク校は 王国の騒乱の原因であるパーシー家とネビル家の争いでネビル家の側に立って騒乱に加担していた。マーガレットに睨まれたことでネビル家の者たちは政治基盤を失った。ソールズベリー博は次第にスーミツ密院に出席することをやめた。1457年に彼の弟でダーラム主教のロバート・ネビルが死んだ時、後任はマーガレットの側近の一人である。 ローレンス・ブースであった。マーガレットはパーシー・ケガーに好感を持っていった。セント・オール・バンズの戦いによって決定的になったパーシー・ケガーとネビル・ケガーの分裂を何とか和解に繋げようとするヘンリー6世の試みは1458年3月24日のラブデーで一応の決着を見た。この日にセント・ポール大聖堂の儀式に向けてランカスター派とヨーク派を一緒に パレードさせたのである。しかしながら関係貴族はすでにロンドンを武装基地に変えており、和解は式典での表面的なものでしかなかった。ラドホードでの敗北1459年6月にコベントリーで数密院が召集された。ヨーク公ネビル家と幾人かの貴族はすでに前月のうちに集結している国王軍に捕獲されることを恐れて出席を拒否した。 その代わりに、ヨーク公とソールズベリー博は彼らの取り出に兵を集め、華麗から手勢を率いてきたウォリック博とウスターで合流した。議会は、11月にヨーク公とネビル家以外の貴族の召集を命ぜられる。これは、その席上でヨーク公らの反逆罪が議題に上がることを意味していた。10月11日、ヨーク公は、南進を試みるが、精神して、 ラドローに向かうことを余儀なくされる。10月12日のラドフォード教の戦いで、ヨーク公は7年前のダートフォードの戦いと同様、再びヘンリー6世と退陣した。だが、カレーからの武将の裏切りにあってヨーク派陣営は崩壊し、ヨーク公はアイルランドへ、ウォリック博、ソールズベリー博とヨーク公の長男エドワードはカレーに逃亡した。妻セシリーと、 他の息子たちはラドロー城で捕らえられコベントリーで収監された。ヨーク派の復権ヨーク校の交代は本人にとって有利に働いた。ヨーク校はまだアイルランド総督であり公認を立てようとするランカスター派の試みはうまくいかなかった。アイルランド議会はヨーク校を支持し軍事的、資金的援助を申し出た。また、ウォリック博の加齢機関も幸運だった。 彼のイギリス海峡の支配力はヨーク派用語のプロパガンダを可能にし、南イングランド一帯でランカスター派貴族の不当性を非難しつつも、国王への忠誠を強調することができた。このように正界権はヨーク派にあったので、1460年3月には、ウォリック博はアイルランドに渡り、ヨーク港にあって5月にはカレーに帰還している。ウォリック博のカレーの支配力は、 ロンドンの羊毛商人にも影響力があるものだった。1459年12月、ヨーク公はソールズベリー博、ウォリック博士と共に試験剥奪となり、所領は国王に返し、相続人は財産を相続できなくなった。これは貴族にとっては最も重い罰であり、ヨーク公は1398年のヘンリー・ボリングブルックと同じ状態にあった。復権するには、 イングランドの武力制圧しかなかった。制圧が成功したとして、ヨーク港には三つの選択肢があった。1460年6月26日、ウォリック博とソールズベリー博は、ケント州サンドウィッチに上陸した。すでに反乱の準備の整っていた、ケントの兵は、彼らの合流に合わせて放棄した。ロンドンは7月2日に、ネビル家にその門を開いた。 ヨーク港はアイルランドに残ったが、イングランドに足を踏み入れた9月9日、彼は王の凱旋のように振る舞った。ヨーク港は、ロンドンに近づくと、母方の先祖であるクラレンス港の紋章を掲げ、ロンドンに近づくと、イングランドの紋章の旗を掲げた。この時までに、ウォリック博はすでに、ノーサンプトンの戦いでランカスター派の軍隊を破って、ヘンリー6世を捕らえていた。 10月7日に召集された議会で、前年のコベントリーでのすべての法律が無効と、決議された。10月10日、ヨーク公は、ロンドンに到着して、王宮に住んだ。彼は県を前に直立に掲げ持って議会に入場し、イングランド王位、e、を要求した。だが、またしてもヨーク公は、貴族層の支持が薄いために失敗した。何週間にもわたる、交渉の、要約の成果は、 ヨーク公とその後継者がヘンリー6世の王位を継承できるというものだった。その代わり議会は五国教としてのヨーク公に並外れた行政権力を与えた。実質的に交流されている国王と共にヨーク公とオリック博は国の事実上の支配者であった。ウェイクフィールドでの敗止この間、ランカスター派は武装を進めていた。パーシー家の襲来の脅威とマーガレットが スコットランドの信号ジェームズ3世の指示を得ようと格索していることを受けて、ヨーク港とソールズベリー博は北へ向かった。ヨーク港の次男であるラトランド博、エドムンドも同行した。彼らは12月21日、サンダル城に到着し、事態の悪くなりつつあるのを知った。ヨーク氏はヘンリー6世に味方する勢力に抑えられており、 近くのポンテフラクト城も敵の勢力圏内にあった。12月30日に、ヨーク港と彼の軍隊はおそらく補給を得るためにサンダル城を建った。大勢のランカスター派の軍によって、ウェイクフィールドの近くで迎撃され、ヨーク港はエドムンドと共に殺された。ソールズベリークは、このウェイクフィールドの戦いの間に捕らえられ、次の日処刑された。ヨーク港は、 オンテフラクトに埋葬されたが、頭だけ分かったランカスター派によって、ヨークの縄文にさらされた。その際に王位を欲した者とて、紙の王冠を被せられる恥ずかしめも受けた。後に、彼の遺体は、ホザリンゲー教会に再埋葬された。ヨーク校は死んだが、残された長男エドワードは、ウォリック博と共に、ロンドンを確保。 最終的に1461年に即位して、エドワード4世として、ヨーク朝を開いた。その弟は後に即位して、リチャード3世になった。また、ヨーク校の孫には、エドワード5世や、エリザベス・オブ・ヨークがいる。エリザベスはヘンリー7世と結婚して、ヘンリー8世、マーガレット・チューダーとメアリー・チューダーの母になった。後のすべてのイングランド君主は、この3人の、 意外な創尊たちの血統から生まれることになる。ヨーク公リチャードには当時の肖像画がない。また彼の親族は誰も電気を残していない。残っているのは彼の行動と両陣営のプロパガンダの記録だけである。したがってこれらの不十分な資料から彼の意図を推測することしかできない。即位目前まで来て数ヶ月後には息子エドワードが 国王に即位することを知らないまま死んだヨーク公だが、それでもその時のヨーク公の意図については見解が分かれている。彼は王位を欲していたのか、ランカスター派の対応やランカスター派に対する敵は他の選択の余地がないほどだったのか、ウォリック博との同盟が決定的だったのか、それとも単に場当たり的な行動を続けただけなのか、議論は今も絶えないままである。 リチャードとセシリー・ネビルとの子供たちは、以下の通り、ジョーン・オブ・ヨーク創世、アン・オブ・ヨーク・エクセター校、ヘンリー・ホーランドと結婚。女系の子孫がカナダに存在しており、2012年に、そのミトコンドリア DNA が、リチャード3世と思われる遺骨の DNA 鑑定に、使用され、遺骨が、リチャード3世であることが確定された。ヘンリー・オブ・ヨーク創世、エドワード4世、イングランド王。 ラトランド博エドムンドはエイクフィールドの戦いで、敗し、エリザベス・サホーク公ジョンドラ・ポールと結婚。マーガレット・オブ・ヨーク・ブルゴーニュ公、シャルルヒ、ウィリアム・オブ・ヨーク創生ジョン・オブ・ヨーク創生、クラレンス公、ジョージ・ウォーリック博の娘、イザベル・ネビルと結婚、トマス・オブ・ヨーク創生リチャード・サンセイ、イングランド王、アースラ・オブ・ヨーク創生。ありがとうございます。